調印式はアイスタ日本平で行われ、マジョルカのディアス CEO とエスパルスの山室社長が契約書にサインしました。マジョルカは1916年創設の歴史あるクラブで、これまでに日本代表の久保建英選手などが所属していたほか、清水区で創業した企業が昨シーズンの途中からメインスポンサーとなっています。選手や指導者の交流をはじめ、ノウハウの共有など連携していくことで一致し、山室社長は育成型クラブにしていくために多くのことを学びたいと期待を寄せていました。